大橋八郎大橋八郎は、日本の政治家、低審官僚、廃人。岡田内閣の法制局長官、林内閣の内閣初記官庁、社団法人日本放送協会第四代、会長、日本電信電話公社、第二代総裁。現在の富山県高岡市出身。日本放送協会会長時、終戦時の玉音放送に携わった。 戦後の通信事業近代化に貢献。おじは、監視陣の大橋重右衛門。富山県高岡中学校、石川県人城中学校を経て、1906年7月に第4高等学校を卒業。1910年7月に東京帝国大学法科大学を卒業した後、定心賞に入賞。同年11月、高等文官試験に合格する。 1925年10月に有務局長、1928年7月に経理局長となる。1931年6月に停止時間となり、1936年1月まで務める。1936年1月11日に岡田内閣の法制局長官に任命される。同年3月9日、2.26事件の責任を取り、 岡田内閣が総辞職するのに伴い、法政局長官を辞職。同年9月、貴族院議員に直選され、1946年6月20日まで在任。1937年2月2日には、林内閣の内閣書記官長兼内閣調査局長官に任命される。同年6月4日、林内閣の総辞職に伴い内閣書記官長。 内閣調査局長官を辞職。同年11月、日本無線電信社長に就任する。1938年3月には、日本無線電信と国際電話の合併による、新会社国際電気通信の社長に就任し、1945年5月まで、務める。1945年4月21日、日本放送協会会長に就任し、 1946年2月20日まで勤める。同年9月に公職追放され、1951年6月に解除される。その後、1958年9月から1965年4月まで日本電信電話公社総裁を務める。1965年6月18日に高岡氏名誉市民となる。腰潮子の配合で配布集。 やばいなどを発表している。ありがとうございます。